はい、今回はですね、まあ、40代の方を中心に、ちょっとこれはいけるんじゃないかなというね、出会い系アプリのご紹介でございます。40代の男性なら使った方がいいんじゃないかなと思うね、このね、悪いことには使わないでくださいね。あくまでも純粋に自分好みの女の子と出会いたい方は使ってみたらいいんじゃないかなというようなね、とっておきのアプリでございます。もちろんこれね、メンバーシップ公開なんで、すいませんけどメンバーシップに入ってない方はご紹介できません。で、このアプリのいいところっていうのは、まずね、自分の個人情報を入れなくていいところなんですよ。自分の個人情報を入れませんので、本当にですね、電話番号も入れなければ LINE の ID 入れる必要もないですし、何もありません。これすごいでしょ。それは相手の女性もそうなんですよ。ですから、様子を見ながらやりたい女性の方がね、安心して登録してちょっと違ったなと思ったらさっといなくなることができるということで、女性を守るために作られたアプリなんですよね。だからこそ人気なんですよ、ね、こういうのは業者も入りにくいということで、この出会い系アプリやってますね。ちょっとね、紹介をさせていただきます。今来てますんでね。出会い系がはかどる個人情報への紐付けが一切ない無料通話アプリということで触れ込まれております。LINE とかね、無料通話ができるアプリはいろいろあるんですけども、そのほとんどが電話番号とかメールアドレスとの紐付けが必要になってますよね。これがだから大きな抵抗になってるわけなんですよ。でも通話するためにはお互いの ID を交換しなければなりませんよね。家族とかお友達だったら全然問題ないと思うんですけども、出会い系とかね、 SNS で知り合った人に普段使っている電話番号のアプリの ID とかをお伝えするのはちょっと躊躇しますよね。これだから女性も一緒なんですよ。だからこれを払拭したアプリが今回紹介するアプリになっております。ということで、メンバーシップ月間390円でございます。このアプリの情報を知るだけでも価値があるかと思うんですよね。だから一瞬入って390円払って申し訳ないですけどね。で、それで、この無料アプリ、その他のお得情報を知った後で、離脱するっていうこともいいんじゃないかなと。試しに1ヶ月390円でやってみられたらいいかと思います。きっとですね、処理しきれないぐらいたくさんの情報が流れてきますので、それをもとにですね、情報発信業をしてみたりとか、個人的に自分だけいい思いしたりとか、いろいろあると思います。だいたいね、お金がお得に稼げたりとか、お金が払ってるものが払わなくてよくなるとか、そういうふうなね、裏情報といいますか、そういった特典をどんどんやってます。要するにね、簡単に言うと社員割引ってあるんですよ、世の中に。それを私たちも受ける枠があるんですよね。そういうのを中心に紹介しますんで、例えばどっかのね、なんかサービスを使いました。こういうふうな手続きを踏むと、きちんとね、皆さんが納得する形で価格が安くなりますよみたいなね、その特典に預かれる方法とかを紹介しております。で、本日は以上です。